皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。アクアリストタッカーです。今日は、レッドビーシュリンプ水槽の話をしていきます。よかったら見ていってください。こちらは、レッドビーシュリンプ30センチキューブ水槽になりますね。で、向かって右側が第一水槽、左側が第二水槽として話していきます。ちょっとね、餌を落としますので、餌の集まり具合を見ながら、話していこうと思います。では、まあ、第一水槽から餌を落としていきます。第一水槽、こちらですね。では今、餌を落とします。はい、今落ちましたね。ちょうど真ん中に落ちたんで、まあ、多分、集まってくると思います。でね、前回ね、この第一水槽では、レッドビーシュリンプのチエビが生まれましたと話していたのですが、まあその途中経過ですね。今のところチエビの数が減ることもなく順調なのではないでしょうか。チエビさんはね、まあちょっとね、あれから成長しましたね。もう携帯のカメラにもはっきり映せますね。これ見て、チエビとかわかりますか？わかんないかな？まあ、今この目の前にいるのもチエビなんだよね。ちょっとね、見やすいように、ズームして。この、今ね、奥にいるこれ2匹、これはチエビですね。ちょっと見づらいかな。ちょっとなんかね、成長したと思うんですが、前はね、もっと小さかったんで、あとはね、あ、これとか。まあね、今、映ってるので2匹ぐらいなんですが、まあ全部で20匹くらいはいますかね。まあちょっとね、携帯まあ、パッと見ね、今、なんだろう。まあいっぱい、うじゃうじゃいるってわけじゃないんですけどね。なんかもっと、いっぱい映せるかなーと思ったんですが。と、結構あれかな。ここにね、ちっちゃいチビ、これ、この辺はちょっとわかるかもしれないね。一匹。ここに2匹いますね。一匹、二匹。で、上側にも。これもチエビですね。こっちにも。あとはね、このね、ウイロモス。この中にね、何匹もいると思うんですけど、ちょっと見えないですね。見えないんですけど、結構います。まあ、あとはね、この、今、餌あげたやつに、こう、群がってますよね。これはね、まあ、調子いい証拠なんですね。なんかよく見るとあれですね、放卵してる個体いますね。そのうち、また生まれるかもしれないですね。まあね、今のところ、チエビの数が減ることもなく、まあ順調ですね。やはりね、小さくて可愛いですよね、チエビはね。よし、チエビ。チエビを見ると、チエビを。チエビ、うだ。可愛いですよね、チエビ。と、だいぶ成長しましたね。まあ、爆食とまでは いきませんが、まあね、結構生まれてきたので、
良かったなぁとは思ってます。で、次にね、第二水槽を見ますか。第二水槽。で、第二水槽なんですけど、第二水槽はね、もうダメでしたね。リセットですね。まあ、一からやり直しです。第二水槽、やっぱり、エビが、ほぼ、まあ、全滅というか、まあ、星になってしまいましたね。まあね、このね、このカムジとヒューム巣。この二つの添加剤をね、使って、なんとかね、元気になったかなとかと思ってたんですが、まあ、なんか、ダメでした。まあね、この二つを使っても良くならなかったので、まあ自分はね、お手上げですね。まあそれでもね、第一水槽はね、今のところ大丈夫そうなので、まあ早めにね、この第二水槽を一度リセットして、また復活させて、第一水槽の調子が崩れる前に、なんとかね、第二水槽も復活させて、まあ第二水槽も、ホーラン、チエビが生まれるところまでやっていけたらいいと思い、いいと思ってます。まあ過去にもね、何度もリセットしての繰り返しで、今回うまくいかなかったら、レッドビーシュリンプシークは、本当に諦めようかなと思ってましたから、でもね、今回は第一水槽をいい感じに飼育できているので、またね、レッドビーシュリンプ飼育、まあ頑張れそうだなぁなんて思ってきましたね。なのでね、まあこちらのね、第一水槽の経過を見ながら、まあね、第二水槽のリセットから立ち上げ方法など、これからは動画に上げていけたらなぁなんて思っています。では、アクアリストタカのレッドビーシュリンプ水槽でした。もしよかったら、グッドボタン、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録よろしくお願いします。あーちゃん。